鈴村京太郎1月7日から2020年1月15日は日本の経済学者。専門は社会選択理論、統制経済学。一橋大学名誉教授、早稲田大学栄誉フェロー、早稲田大学名誉教授、文化功労者、日本学士委員会員、一橋大学経済学博士。京都大学助教授、一橋大学教授。 早稲田大学教授、社会選択、厚生学会会長、日本経済学会会長、日本学術会議副会長、お歴任。日本学士院賞受賞、四十法賞、随法、重光明受賞。フェロー・オブ・ザ・エコノメトリック・ソサエティー。愛知県とこなめ市のとこなめ企業者の家に、長男として生まれる。高校時代に、安保闘争をきっかけに、 政治、経済システムに関心を持つ。進学先の一橋大学では、ン健ロ郎ゼミナールに所属した。大学3年の夏にケネスアロー、社会的選択と個人的評価を独領し衝撃を受ける。その後、厚生経済学及び社会的選択理論の研究者になることを決意した。1973年から、 ケンブリッジ大学ブリティッシュカウンシルスカラーとして留学。その際、フランク・ハーン及びマイケル・ファレルがアドバイザーとしてついた。ハーンの勧めで、アマルティア・センやテレンス・ゴーマンと議論するため、1974年からロンドン・スクール・オブ・エコノミクス経済学部の講師となる。一行、欧米の研究機関でも研究を行う。ジョン・ヒックス、ティボール、シトフスキー、ケネス・ワロー、 ポール・サミュエルソン、ニコラス・カルドア、アマルティア・センラと共に、厚生経済学、社会選択理論において、最先端の研究をしていた。二階堂福金とは、交友があり、アロンやセンとも信仰が深くセイの、歓暦記念論文集を編集した。2000年からは国際な社会選択理論と、厚生経済学の学会である、社会選択、厚生学会の会長を務める。 1990年から、フェローオブザイコノメトリック・ソサエティ、1999年日本経済、学会会長、2000年、プレジデント・オブ・ザ・ソサエティ・フォー・ソーシャル・チョイス・アンド・ウェルフェア。第18期日本学術会議会員、経済理論研究連絡委員長。2003年一つ橋大における21世紀、COE プログラム、現代経済システムの規範的評価と、 社会的選択拠点リーダー。2008年には、グローバル COE 社会科学部門審査委員長として、社会科学分野拠点の採択決定の任を担い、東京大学21世紀 COE プログラム、市場経済と非市場機構との連関研究拠点を落選させるなど、画期的な決定を行った。 日本学術会議副会長、エコノメトリック・ソサエティ極東会議代表、経済史学会理事、法と、経済学会理事、文部科学省文化審議会文化功労者、先行文化会委員、独立行政法人評価委員会科学技術、学術文化会臨時委員、産学協力総合研究連絡会議委員、日本銀行金融研究所国内顧問等、歴任、 指導学生に、吉原直樹、広川緑など。2020年1月15日、水臓癌のため、東京都内の病院で死去。76歳没。この間、早稲田大学高等研究所所長、早稲田大学高等研究所顧問、早稲田大学公共経営研究科客員教授、高知高科大学客員教授、ロンドン大学ロンドンスクールオブエコノミクス自然。 社会哲学研究センター客員教授、サザンメソジスト大学客員教授、エセックス大学客員教授、オックスフォード大学セントアントニーズ、カレッジニス産客員フェロー、フランス社会科学高等研究院客員教授等を歴任。またブリティッシュコロンビア大学等でも、教弁を取る。ありがとうございます。